FM 十津川を聞きの皆さん、ハグザライフ、命を抱きしめようの時間です。この番組は年を重ねても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護医療の問題を中心に据えてお届けいたします情報番組です。お相手は北海道出身、相浦弥生です。来週の放送では、果たして相浦は札幌に帰ることができたかどうか、ご報告することができそうかな、もう一週後になるかもしれませんね。12月中に、今年は特別寒い札幌、母が一人で暮らしています。その札幌、藻岩山のすぐ麓なんですけれども、帰ってこようと計画を立てているところであります。さあ、今日のハグザライフ、命を抱きしめよう、12月15日火曜日、3回の放送をお届けしていきます。朝の部は9時から、お昼の部は2時から、夜の部は8時からと、どうぞ3回ともお楽しみいただけると嬉しいです。そして皆様からのメッセージもリクエストもお待ちしています。12月も半ばになりましてね、今年はクリスマスのケーキ、ただね、それぞれ家族忙しくしていますのでね、多分26日の土曜日の日に、もう一つの番組、生放送のラジオの絆が終わった後に家に戻ってお祝いできそうかなと思っている相浦家であります。皆様はいかがでしょうか。今年のケーキはティーベリー豊田屋さん、戸塚町にありますフルーツ専門店の老舗、もう50年以上の歴史を刻んでいるこのティーベリー豊田屋さんのケーキを注文しました。いつもサクラス戸塚スタジオで生放送をお届けしているとね、すぐ近くにある工場からケーキを運んでいらっしゃる豊田屋の石井さんと目が合います。いつも応援してくださっています。今年はクリスマスレアベリーとしました。レアチーズのケーキ、そしてベリーが、ストロベリーやブルーベリーがあしらわれているこのケーキ、どうぞ皆様のクリスマスの予定なども教えてくださいね。そして私は神奈川県立子ども医療センター、この戸塚の隣、南区の六ツ川にあります神奈川県立子ども医療センター、病と向き合っている子どもたちの病院でありますが、ここにクリスマスのイベントをしにね、司会も仰せつかったものですから、子どもたちの笑顔のためにお邪魔してこようとも思っています。そんなクリスマスになる今年です。どうぞ今年の一年を振り返っての皆様の思い、来年に向かっての志、ハグザライフ、命を抱きしめようにお寄せください。お待ちしています。今日もメインコーナーは林先生のロコモティブシンドロームについてです。この番組を支えてくださる皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に、社会に、お役に立つ企業を目指す笠原企画。地域に密着した医療福祉を心がけ、
訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。処方箋受付から在宅訪問まで、幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局。以上5社の提供でお送りします。今日の1曲目、ハグプロローグ第2、第4水曜日にお昼の情報番組戸塚ハートフルキッチンの中で、井上房子さんがこのハグプロと略しますが、ハグのプロローグ予告編をね、届けてくれています。その中でも1曲お届けしました。曲の途中までお届けしました。水曜日の13時15分第2第4水曜日なんですけれどもね、聞いていただいた方もいらっしゃるでしょうか。そこではクリスマスの歌、ハッピークリスマスワイズオーバーをサラ・マクラクランの美しい歌声でお届けしました。本編ではということで、その予告の中にもお伝えしていましたが、この直訳版、幸せなクリスマス、ハッピークリスマスですからね、幸せなクリスマスを王様、そして泉谷茂でお届けします。ジョン・レノンの歌いますハッピークリスマスがこのオリジナルでありますが、ハッピークリスマスワイズオーバー、戦争は終わりだよっていうふうに歌っているこのクリスマスの歌、そして平和の歌を直訳して、私たちの日本人の心にぐっと響かせてくれているのが王様と泉谷茂です。それでは今日の1曲目、クリスマスの雰囲気が盛り上がってきています。12月15日、幸せなクリスマス。それではメインコーナー、神奈川県理学療法士会の会長林克郎先生とともにお届けしています。林先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、前回は健康寿命を教えていただきました。そして今日はですね、このロコモティブシンドローム、そしてこのロコモであるかどうかのチェックも、今日はね、皆さんラジオの前で聞いていただきながら、チェックをしていただきたいと思っています。それでは林先生、ロコモティブシンドロームとは、どうぞ分かりやすく教えてください。ロコモティブシンドロームはやはりこう最近ですね、そうですね、よく聞くようになってきたのは、はい、その前はメタボリックシンドローム、メタボっていうのがずっとこう、ね、言われて、はい、これは内臓、そうですね、内臓脂肪ですとか、内臓脂肪のことですよね。はいはいはい、で、まあ、メタボは割と、指標として、はい、こう、計測したりとか、あとは、まあ、血圧だったりとか、はい、まあ、そういったところで割と分かりやすかったという、うん、それで、検診等でやりやすかったというのはあると思いますね。はい、で、前回もお話ししたように、健康寿命を短くするっていうと、ところではです、ね、そのメタボリックシンドロームのような、そういう内科系のところの病気で、寝たきりになって病気になる人もありますし、もう一方で動かなくなってしまって、動けなくなってしまって活動量が減って、活動量が減るということはそれで悪循環に、寝たきりにどん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 近づくというところで、まあ、そういったのが一つの理由として、健康寿命を短くしてしまうということがあります。で、それで、まあ、運動器にスポットフォーカスを当てたような、そういったものをロコモーティブシンドローム、メタボリックシンドロームに対してロコモーティブシンドロームという、そういう、こう名前をつけて、はい、そこのところに対する予防的な、そういったことを考えていこうというのは、この一つの試みです。これ1、2年前からでしょうか、先生。ですね、これ平成19年ですかね。はい、そうなんですか。はい、で、そんな前からでしたですか。そうですね。で、まあ、これには日本の整形外科学会なんかが最初に言われてるんですけど、はい、
徐々にやはりこういうのはこう一般化しようというところで、まあ大体20年ですかね、30年ですかね、平成30年ぐらいを一つの目標として、はい、こう極めてこう一般的な言葉になればいいなということで、こう啓発活動はされてたと思います。でも今本当に高齢化がどんどん今進んでまして、今地方行政機関もこのロコモのところにかなり力を入れていらして、いろんなところで高齢者を対象とした健康チェックですとか健康教室とか、そういったところでロコモチェックっていうのを実際にやられているところがだいぶ増えてきていると思います。はい、私の手元にいただきました横リアプレス、この中にもこんな状態は要注意チェックしようということで7つのロコチェックが、イラストとともに書かれてあります。これは先生に今日は説明していただこうと、はい、そしてなかなかラジオだけでは難しいのでね、ラジオの音だけでは、FM 戸塚のスタジオに、お尋ねいただくとこの横リアプレス少しご用意していただいていますのでね、お渡しすることもできます。先生、一つ目は、はい、これ7つのチェックがありまして、で、まあ普段の生活の中でどういう状況なのかということをですね、はい、振り返りながらチェックしていただければと思います。で、一つ目が、片足立ちで靴下が履けるかどうかというところですね。ほう。椅子に座って履いちゃうことが多いかなって、できないわけじゃないけど、っていうふうにも思うんですけれどもね。そうですね。じゃあちょっと皆様も安全な場所で。普段やられてない方はどうか判断つかないと思いますので、はい、ここでまあチェックしようと思うと、うん、ぜひ壁の近くで何かよろめいた時にすぐに寄りかかれるですとか、はい、手で掴まれるですとか、はい、そういったところで試される方がいいと思います、ね。決して皆さんね、はい、無理になさらないでいただきたいというね、はいはい、今先生からのお話でしたけれども、はい。はい、なるほど。片足でよろ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 ってならずに、まあ、はい、履けるかな、はい、片足立ちでですね。はい、はい。かつてはそうですよね。簡単にできて。だけども、やっぱり、つい椅子に座ってやってしまうっていうのは、その私の、やはり、筋肉やら、骨やら何やらが少しずつ衰え始めてきているってことなのかなとも今思ったんですが。そうですね。まあ、私もそうですね。はい、だんだん楽な方に行ってしまう。楽な方にそうですね。はい、片足立ちで靴下が履けない、履けるかどうかということがチェック。はい。はい、二つ目が、家の中でつまずいたり、滑ったりするっていうことですね。はい。ああ、そうですよね。いや、義理のお母さん、88歳にこの前になりまして、はあ、介護2なんですけれどもね、はいはい、やっぱり夜中に、住宅型有料老人ホームに住んでおりますけれども、はいはい、おトイレに行くときに、はい、やはり、尻もちついちゃったりすることがあって、はい、はい。今は天井まで、こう、渡る、ポールですかね、はい、突っ張り棒の縦にしたものを3箇所つけました。はい、おトイレ1箇所、ベッドのすぐそば1箇所、はい、帰りに、おトイレの帰り、冷蔵庫によってお水を飲みたくなるそうで、はい、その時に冷蔵庫の扉を、に捕まっちゃって、扉が開いて、ストンとお尻をついたんだそうです。なので、そこの前にも1本と、はい、いうことでね、こういうことなんだなぁと、もう今の私は、そんなのスイスイっていう感じですけれども、だん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 このあたりの機能も衰えてくるんだなということなんですね。そうですね。うん、実際に家庭の中で転倒されるケースは、本当にカーペットの端に引っかかってですね、数ミリのもので引っかかって転倒されることがある。うん、特に寝ててお手洗いに行かれるときに、まだこう、体が目覚めてない、はい、頭もしっかり目覚めてないような状況で、こう歩かれたときに、そういう転倒とかを起こしやすいっていうのはありますね。はい。でもこれ先生、あれですよね。うまくつま先が上がってないっていうようなこともあるわけですよね。そうですね。はい。段差、本当に少しの段差に行って。そうですね。はあ、でもそれは、あゆらやよいも、はい、外でね、ちょっとデコッとなってるところに、転びはしませんが、つまずいて、はい、トトトっ
っていっちゃうことがある。ああ、少しずつ少しずつやはり元気なつもりでも衰えているんだってことを自分で確認しとかなきゃいけないってことですね。そして3つ目、はい、3つ目が階段を上がるのに手すりが必要である。うーん、これ全然大丈夫ですね、まずは。まだ私は。あ、そうですか。はい、はい、トントントンって行きたくなっちゃいますけれどもね、はい、素晴らしいですね、はい、エスカレーターは乗らないで階段に来たいですね。いいですね。いいですか。はい、はい、階段の上りも下りもですね、実は日常生活でできる簡単な転倒予防ですね。はい、はい、ですから、まあ無理して手すりを持たれないではなくて、まあ手すりを持ってでもいいですから、うん、階段を使うと上りはしっかり足腰を鍛えますし、うん、下りは割とこうトントンって降りるときに骨に刺激が入りますので、骨を丈夫にすると思いますし、いいトレーニングにもなると思います。はいはい、チェックというのは逆にそこができて いるまま続くっていうことが結局トレーニングだっていうことですよね。そうですね、はい、そうですね、はいはい、さあそして4番目です。はい、家のやや重い仕事が困難である。これはたまたまですね、この今イラストは掃除機かけていますね。はい。はい、まあ、家の中にはですね、いろんなこう、家事動作があると思うんですけど、まあ、そういう、干し物ですとか、そういうのを持たれたりとか、ありますよね。はい、そういった時に、普段できてた、そういった家事が、ちょっときつくなってたりとか、そういったところでチェック入れていただければいいと思います。はい。はい。そして5番目です。はい。2キログラム程度の買い物をして持ち帰るのが困難である。ね、2キロは、まあそうですね、ペットボトル1リットル2本。はい、または今、ね、先生とどんなイメージをこの放送でお届けすると皆さんに分かってもらえるかなって言って、お味噌のね、冷蔵庫にこう入れとくパックはあれ1キロなのでね、はい、あれが2つ。はい、そうですか。面白いデータがありまして、女性で一番握力の強い年齢差っていうのはだいたい30代の後半から40代の前半なんですね。で、まあその根拠についてあまり言われてないんですけれども、はい、多分子育てで一番こう買い物したものを持って帰る一番重い荷物を持つ時期じゃないかと思うんですけど、15キロぐらい持ってたんじゃないかな。で、なおかつね、赤ちゃんいたりしたらね、はい、ね、左手で抱っこしてとかですね、すね、右手にね、はい、本当はもう2回に分けたいけど、はい、いやいやいやと思って、ついつい買って重いのを持ってって、はい、ね、はい、だから二の腕も太くなるわけですよ。はい、それがだんだんこう、子離れと同時に、こう、お母さん方の体力もだんだんこう、うん、少しずつ、下がってくる。それが徐々にこういうふうに2キロのものを持ち帰って、うん、そういったところにつながっていくのかもしれないですね。はい、はい。さあ、そして6番目。はい、15分くらい続けて歩くことができない。はい、なるほど。まあ、理由はね、いくつも考えられるとは思うんですけれども、はい。はい、まあ、やはり、15分っていうのは、自分のペースで15分歩けないというとかなりやっぱり体力的には少し落ちてるかなという感じですね。うん、そうですね。はい。はい、そして、7番目最後になります。はい、横断歩道を青信号で渡りきれないですね。はい。これですね。まあ、信号によっても違うんですけれども、はい、大体多くの信号は、1分で10メーターぐらいの、だいたいそれくらいのこの歩くスピードで考えては作ってあると思うんですけど、そうですね、こういう青信号で渡りきれない、これかなり、うん、危ない状態かなという気はしますね。はい、そうですよね。ですから、ご高齢の方が、青信号になり始めではない状態の時にはやっぱりこう無理だなって自分で躊躇されて次の信号まで待っていらっしゃる、ね、はい、方も多いですものね。そうですね。うん、今日本のですね、バリアフリー のいろんな制度の中でこういう歩行者の信号にですね、
あと残りどれくらいで赤になるというそういう表示がついているものが増えてきていると思うんです。増えてきてますね、はい、これは一つ のバリアフリー新法の中で決められているものなんですけど、例えば障害者の方ですとか高齢者の方が今渡っていいタイミングかどうかを判断する大きなこう目安になるようなそういった仕掛けも出てきてます。まあ、でもその健康寿命を維持するとかそういった意味ではある程度の歩行速度ですね、歩くスピードっていうのは歩くスピードとその健康度合いって言いますか、その体力って言いますか、体力ってかなり相関が高いと言われてますので、歩行速度が落ちてくるっていうのはちょっと健康的には少し落ちてるという、体力的には落ちてるというふうに考えられるということですね。はい、7つのロコチェックを今お話しいただきましたけれども、このチェックをして、そして先生どのようにこの後考えていけばよろしいでしょうか。そうですね、まあ、ここでチェックが入りましたら、やっぱりちょっと心配一つでもですよね。そうですね、一つでもなんですけれども、はい、はい、まあ普段の生活の中で少し運動の機会を増やしていただくことが大事だと思います。はい、で、これが本当にいっぱいチェックされてるような人だと、かなり、運動すること自体が少し危ないこともあるかもしれないので、それはちゃんと専門家の人に確認されるとか、そういう中でより適切な安全な運動からスタートされてもいいかなという気はします。先生、このロコモティブシンドロームという診断はどのような形で専門機関の皆様がされるという、その一つの形があるんだそうですね。診断というふうに言っていいのかちょっとあれなんですけれども、さらにそのロコモドというものを、ロコモの度合いですね、はい、それをこう見極める評価がありまして、ロコモードテストというんですけれども、質問25の質問とあと2つのですね、動作で判断するものがあります。で、動作については台から立つ動作、そしてもう一つの動作は大股で前にこう歩くっていう2ステップっていう、そういう評価なんですが、まあそういった質問とこの2つの動作を合わせてどれくらいのロコモードだっていうことを判断するような、そういった判定の基準があります。まあそういったものについてはロコモチャレンジ推進協議会っていう、そういったところのホームページですとか、まあ日生会、日本整形外科学会とかそういったものにも出てると思いますので、はい、そういったところで確認していただければいいと思いますが、かなりですね、頑張りすぎると危ないテストもありますので、そこはご注意いただけたらいいかなというふうに思います。はい、じゃあ自分がこのロコチェックにちょっとついたな、自分は今どんな状態なのかを知りたいと思った時には、近くの整形外科などに、ですね、はい、はい、今ですね、各行政機関ですとか健康教室ですとか、そういったものをやられてるところが多い、町内会とかでも、ね、はい、そうですね、やってます、はいはい、でそういったところですと、ある程度そういったものに慣れたスタッフの方もいらっしゃいますので、うん、見守りの中といいますか、そういった中でできますので、より安全に安心してチェックが可能かと思います。はい、会長は何度も今こう安全で、ある見守りがある中で、こういったこと無茶しないでね、くださいねという話をしてくださいましたけども、本当にそうですよね。3回にわたってお届けしてまいりました。どうぞ皆様からの、リスナーの皆様からのご質問などがありましたら、スタジオにお寄せください。まとめて林会長のところにね、お届けして、お忙しい林会長だと思いますけれども、またそのお答えなどもいただけたら嬉しいなと思っておりますが。今日はこういう機会をいただきまして、大変ありがとうございました。これまでもお話しさせていただいたように、本当に地域に住んでらっしゃる方が元気で生き生きとですね、生活していただくことが我々にとっても幸せなことですし、そうやって少しでもその介護予防、未病に対してですね、お手伝いできれば本当に我々としても本望になりますので、ぜひですね、何かの際にはですね、お声掛けいただいたり
そういったことで貢献できればと思ってます。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。神奈川県理学療法士会の会長林克郎先生とともにお届けしてまいりました。先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日のメインコーナーでした。それではメインコーナーの後の一曲、林会長にリクエストいただきました。ロコモーションを今日はお届けします。ロコモティブシンドロームの話を聞かせていただいた今日の回、やはり何と言ってもこの曲ですよねと話が盛り上がりました。ジェリー・ゴフィン作詞、キャロル・キング作曲。実はベビーシッターの仕事をしていたリトル・エヴァ、この歌を歌っている歌手なんですけれども、その時に子供をあやしながら歌っているのを耳にした夫婦、キャロル・キングとゲリー・ゴフィンがこの曲を耳にしてデビューさせたという説もあるこのロコモーションです。それではここからは連続エッセイのコーナー。月の後半はお母さん業界新聞メール版からエッセイをお届けしていきます。今手元にはお母さん業界新聞の紙面の12月号が届けられています。いつもハウスポート湘南の佐藤社長のところにこのお母さん業界新聞ありましてね、その何部かを FM 戸塚まで届けてくださっています。ありがとうございます。取次所として地域の貢献のためにハウスポート湘南佐藤社長はじめ皆様ありがとうございます。さあその12月号、その中に、まあ、この紙面をデザインなさっているのが実は金子涼子さん。この連続エッセイの本当に最初の頃でしたね、マリコさんがやってきたというそのお母さんとの介護の日々を書き綴ってくださったものをご紹介していました。その金子涼子さんの編集後記が載っています。金子涼子さんのことを書いた編集後記、カッコ青となってますから青柳さんが書かれた編集後記です。編集部のデザイナー金子の実家は、金子涼子さんの実家はマグロで有名な神奈川県三崎港の商店街にある蔵の家。うわあ、この新聞で連載していたマリコさんがやってきたの、そのマリコさん亡き後、空き家になっていたスペースをギャラリーに活用し商店街も元気に、マリコさんも天国で喜んでいることでしょうと青柳さんが、編集局の青柳さんが書かれています。まあ、写真も載っていて、この着物姿なのが多分涼子さんだと思われます。行きたいな三崎港にと思います。この番組ハグザライフでキャラバン隊を作ってね、三崎港を見て金子涼子さんのこのお家、蔵の家、ギャラリーになったこの蔵の家を見学したり、そして今日もお便りコーナーでもご紹介しますが、秘密のあっこちゃんが教えてくれた桜貝の歌の石碑もあると。桜貝の歌は浜野バテアンがリクエストしてくれたから出会ったというふうに秘密のあっこちゃん書いていますがね、皆様一緒に行きませんか。その石碑は逗子でありますね。三浦半島、皆さんで回りましょうか。またご相談させてくださいね。さあ今日の連続エッセイは
三日月です。マザージャーナリスト福江理恵さんのエッセイ、三日月。宇宙が大好きな娘が車の中から、あ、みかん好きだって、私が笑いながら、みかん好きって言うんだよって話しているそばから、聞いてもなく、あれがね、まん丸になったらみかんになるんだよって、もうめっちゃ可愛すぎるやん。なんか訂正っていうか、そんなのどうでもよくて、そのままの感じが好き、そのままの娘のすべてが好きって思った。子供の感性ってすごい、それを感じられて楽しいな。 MJ 記者福江理恵さんのエッセイ、三日月でした。今日のお月様は、なんとなんと皆様、三日月に近いんですよ。 3.7 歳の月であります。細いお月様です。今月25日がクリスマスの日が満月です。あ、 3.7 歳の月って考えると 83.7 のこの周波数になりますね。今日の連続エッセイでした。戸塚区医師会メディカルセンター副会長で、下倉田で内科を開業しております越田博邦と申します。本日は日本の高血圧の現状についてお話しさせていただきます。最初に血圧の単位ですが、血圧の単位はミリメーター水銀柱となります。お話の前半では数値にミリメーター水銀柱をつけてお話しさせていただきます。日本では高血圧の方は約4300万人と推定されています。最適な血圧は、上の血圧すなわち収縮期血圧 120mm 水銀柱未満、かつ下の血圧拡張期血圧 80mm 水銀柱未満であり、これを超えて血圧が高くなるほど、脳卒中、心筋梗塞、慢性腎臓病などの心血管病を発症するリスクと死亡リスクが高くなります。高血圧に起因する死亡者数は年間10万人と推定され、喫煙に次いで多く、心血管病による死亡の約 50%、 脳卒中発生の 50% 以上が最適な血圧を超える血圧高地に起因するものと推定されています。日本では食塩摂取量は依然として多く、食塩摂取量を減らすことは国民の血圧水準を低下させる上で重要です。また肥満に伴う高血圧が増加しています。21世紀における国民健康づくり運動、健康日本21では、食生活、身体活動、飲酒などの対策推進により、国民の収縮期血圧の平均値を10年間で4ミリメーター水銀柱低下させることを目標にしています。これにより、脳卒中死亡数が年間1万人、冠動脈疾患死亡数が年間5000人減少すると推定されています。高血圧の有病率は年齢が高いほど高く、男性では50歳代、女性では60歳代になると 60% を超えています。年代ごとの平均血圧を見ると、男性では40歳代が 127-83 なのに対し、50歳代では 137-87、 また女性では50歳代が 129-80 なのに対し、60歳代では 138-81 と、男性では50歳代、女性では60歳代で血圧は急峻に上昇しています。近年、家庭血圧による高血圧診断が一般化しつつあります。家庭血圧は上腕にカフを巻く血圧計を用い、原則2回測定し、その平均値を用います。高血圧は患者の診察室血圧及び家庭血圧のレベルによって診断されますが、両者に格差がある場合は家庭血圧による診断を優先します。日本高血圧学会のガイドラインでは、診察室血圧140、90以上、
家庭血圧135/85以上を高血圧の診断基準と定めています。戸塚区医師会メディカルセンターインフォメーションでした。それでは嬉し楽しいお便りコーナーです。皆様のつながりが深まっているこのお便りコーナー、本当に幸せです。まずは秘密のあっこちゃん、いつもたくさんのほほほっとこううなるような情報をねお寄せくださっています。桜貝の歌ありがとうございますと、浜のバタヤンのリクエストでかけたこの桜貝の歌の誕生秘話の情報もお寄せくださいました。その中に桜貝の歌が大好きな草笛配達人忠夫さんのことも書かれてありました。小生歌は不得意なのですが、草笛でこの曲桜貝の歌を演奏しております。草笛に言葉はありませんが、演奏の時は心で言葉を表します。あー素敵ですね、心で言葉を表します。草笛配達人だそうです。指笛のラジオネームくまさん、草笛指笛、草笛は指笛吹けるくまさんにとっては吹けるのでしょうかね、今度教えてください。ということで秘密のあっこちゃんから桜貝の歌ありがとうございますと、浜のバタヤンにこのメッセージも届いているわけです。今度はこの桜貝の歌を作曲しました矢島秀明さんの作品、まあざみの歌はねその後でお届けしましたが、他にもねマリモの歌もそうなんですって。もうこの歌私実はね心がキューンとなってしまう、まあちょっと悲しい歌でありますけどもね、またお届けしていこうと思っています。マリモといえば良いジャイアンさんですよね。こんな風につながっていくんですよ。何かの話からね、弥生さんマリモ好きですかってね良いジャイアンさんがくださって、まあ私が北海道出身で、あかんこや、あかんこでしたっけね、マリモ、マシューコ、まあ湖のそんな話をしたからなんでしょうかね。マリモの歌も一緒に皆さん聞きながら涙しましょう。そして良いジャイアンさんのメッセージをここでねご紹介していきますね。ファックスが届いています。弥生さんの声が聞きたいって、ありがとうございます。弥生さん聞いてますよ。効果懐かしいですねということでね、効果の話でまたこの後盛り上がるかなと思っていますが、私が口ずさんじゃったんですよね。アーカイブではカットされてますのでね。小学校の時よく歌ったのを思い出します。横浜鹿も歌いました。今年もあと少し頑張っています。弥生さん忘年会何回ありますか。私はお酒ダメなので困ってます。そうか、お酒がダメな良いジャイアンさんにとっては忘年会はなかなか辛いということなんですかね。お料理だけ食べますって、ウーロン茶にしますって言っても、何か気持ちがこう難しいってところがあるんでしょうかね。そうか、忘年会はね、先週は毎日でした。月から日まででしたね。そうでしたか。寒川でも FM 戸塚電波入るんですよ、びっくりしましたともいただいています。寒川神社に行ったというお話もね良いジャイアンさんしてくださいましたね、ありがとうございます。さあそしてマリも良いジャイアンさんとこう来ましてね、あっこちゃん実はメインコーナーの神奈川県理学療法士会会長林先生にこんな風にメッセージくださっていますよ。
これは12月1日の日に林先生がそのリクエストということでフィジカルをくださってお届けしました。それを受けまして林会長のリクエスト曲ダジャレっぽくて笑ってしまいました。フィジカルロコモティブシンドロームの話もね今日お届けしましたけれどもね、そうでしたか。オリビア・ニュートン・ジョンフィジカルをリクエストでお届けしました。林会長に変化返す歌を届けようかなと秘密のアッコちゃんが言っています。さあそこで皆様クイズです。一体秘密のアッコちゃんが林先生このフィジカルに変化返す歌という歌は一体何を思っているのでしょうか。来週お届けします変化、返しの歌、皆様なんだか予想してメッセージください。お待ちしています。さあそしてですね、今度はその桜貝の歌ありがとうございますというふうに秘密のあこちゃんが言われた浜のバタヤン、浜のバタヤンからは2通届いています。弥生さんより亀まりさんへお昼のミニライブについてメッセージをとことですのでお届けします。そうなんです、亀まりさんがミニライブで歌われてね、それを見に行かれた浜のバタヤンからもぜひともその感想をアドバイスお願いしますって亀まりさんがね、お便りくださった。それを受けての、 返信でありますね。ズバリ観客が大勢参加して大成功でした。本当に良かった。オープニングスタート時はちょっと緊張気味で双方固いムードがあったように感じましたが、時間が過ぎるにつれて特に後半は全員にハイタッチのハグが功を奏し、そうね、ハイタッチもハグでありますね。ハグの一種だと私も思います。一気に盛り上がりましたね。なかなか演出が心の中をくすぐり、皆さん一気に身近に感じ、絆がつながった瞬間でした。今後もライブは続くとのことですが、毎月の定例ライブとして開催されたらいかがですか？時間も30分と手頃ですので。私も以前、当区民活動センターで2年間毎月1回おしゃべりサロンを主催した経験があります。難しいことでなく簡単な私にお手伝いできることがありますか？と、亀森さん、浜のバタヤンからのお申し出ですよ。キャッチフレーズ、歌と笑顔で元気を作る、これが今でしたよね、と亀森さんのねキャッチフレーズ、それをプラスキーワード絆の輪を広げよう。輪は輪と平和の輪と掛け言葉ですね。勝手なことを書きましたが気になさらずによろしく、浜のバタヤンといただきました。亀森さん、よかったね。そしてもう一つ、第6回おむすび広場見学に行きました。11時半ごろ会場に着きました。事前のチラシには当日のパフォーマンスプログラムが印刷されていないため、亀まりさんのステージ10時半から11時は見られず残念でしたが、会場で偶然お会いしてちょっと立ち話をしてきました。亀まりさんとです、ということでね、浜のバタヤンからいただきました。亀まりさん話題の2通をいただいています。浜のバタヤンありがとうございますね。ですから、あこちゃんからバタヤンへ、そしてまた亀まりさんからもバタヤンどうぞアドバイスをと、バタヤン大人気であります。皆様からのメッセージご紹介しています。さあそしてみちこちゃんからです。弥生さん、アンニョンハセヨ、ポラリスみちこちゃんから、私は今日東京の母の家へ行きます。93歳の母の介護に週に1回往復約5時間かかりますが楽しみです。母はハグすると笑うんです。みちこも元気ねってくすぐったいのかな。今日もたくさんハグして帰ります、感謝。ポラリスみちこちゃんからいただきました。ハグのさまざまな形、ハイタッチもハグだしね、
そしてお母さんにハグしてお母さんが笑うって、ハグのさまざまな新しい形、私たちも作ってみんなでシェアしていきましょうね。今日のお便りコーナーでした。それではイキイキヒント、今日は12月1日に行われました認知症カフェ縁側の報告をお届けします。亀まりさんからの報告が届いています。夏メロが流れる縁側で座談会、8名の参加で行いました。参加のほとんどの方が認知症などの介護に関わる方でしたので、それぞれの状況や体験を自由にお話しながら情報共有し、ランチ女子会みたいな雰囲気で過ごしました。作業療法士の佐藤さんがご自身の経験と知識が豊富で素晴らしく、皆さんの質問にもお答えいただき、たくさんの情報提供してくださり本当に助かりました。新しく来た方で離れて暮らすお母様にダブルケアされている状況、認知症になり一人暮らしをしているがこのままで良いのかと葛藤されてもいらっしゃいました。またご主人が認知症の毛があるがプライドが高く対応が難しいとのことで情報収集にいらっしゃいました。さまざまな情報をお渡ししました。ということでね、亀森さんの報告いただきました。そしてね、ポラリスみちこちゃんからも、理学療法士の秘密のあっこちゃんが現場の体験談をいろいろ話してくださり、お母さんたちも私たちも思い思いの意見を出し合い、素晴らしい女子会になりましたといただきました。はい、そうなんです。秘密のあっこちゃんが理学療法士佐藤さんということがここでね、じゃじゃん、謎が解けたっていうことになりましたね。そしてそしてですね、その秘密のあっこちゃんからは、みんなで最後に今井美希プライドを合唱しましたといただきましたよ。ありがとうございます。今日のイキイキヒント、12月1日認知症カフェ縁側の報告、そして感想でした。今日もお別れの時間がやってきました。ハグザライフ、命を抱きしめよう、支えてくださる5社の皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局、以上5社の提供でお送りしました。それでは寒いのでお気をつけてお過ごしください。お相手は相村弥生でした。さようなら。